リザードを探そう。邪魔されなかったら捕まえられてたはずが。スパイダーマンにとって今週はファッションウィークらしい。真っ黒ケッケのオニューのスーツをお披露目だ。やがりスナショー、ここに行く。こそこそ何をしている、スパイダーマン。ほらな、この僕を燃やせるとでも。文句なし。スペクタキュラーな。おいおい見ろよ、スパイディはカメラ小僧か。まあニューヨークには不思議なものも存在する。街の長所でもあるけどね。火遊びなら得意だ。炎がやってくる。やつがいた。ここだ。やたまねを。うわGo!
穴を塞ごう。僕の熱さの勝利か。てたんだ。今まで何してたの？博士が見つかりそうなんだ。解毒剤を注射したらすぐにスーツは返すよ。わかった、見つけたら知らせて。信号に干渉してるな。博士はどこだ？なんでこんなところに監視カメラが。リザードのせいで下水がさらに下りた。地下鉄の配線を掘り進んでいったのか。これはガスか。今のは偶然じゃない。つけてくるなってことか。下水管を引き裂いてる。通った道を浸水させる気か。博士、どこに行く気だ。冗談だろう。またカメラだ。まさか下水道にオズコープのラボ。
とノーマンがコナーズのために作ったんだろう。秘密のラボか。ノーマンはここで博士に一体何をさせてたんだ。古い解毒剤だらけだ。もう使えない。容器の中身は知りたくないな。うん。博士がオリジナルの調合時に使ったのと同じサンプルか。シンボル、博士は古代言語を研究してたのか。なぜ博士は天球座標のマッピングを。これはどこかで見たことがある。どこだ。無菌室まで作ってある。待った、これは財団に置いてあった粒子加速器だ。これで鉱物を分解しようとしていたのか。ああ、今のは僕が。最悪、停電か。それでどれをあげればいいのかな。これじゃないと、ダメ。どうも博士、定期検診の時間ですよ。
ても意味がない。頼むよ、動くな。前にもあなたを救った。何度でも救ってみせる。覚悟しろ。皮が分厚すぎる。
手には。性能力って最高。気色悪いけど。そうならもう手加減はしないぞ。助けてやっただろう。一度くらい恩に報いたらどうだ。取り戻すことすらできないのか。だったら叩きのめしてやるまでだ。家族に捨てられるわけだ。進化しすぎだろ。恐れられてる。分かってるんだろ。
近づけば阿月に解毒剤をさせるはず。それを誰から？ハリー・オズボーンです。あなたが作ったって。ついてきなさい。こっちだぞ。おい待て、下がるんだ。私が近づいてみる。大丈夫、平気だよ。素晴らしい。撃つんだ。やれ。あれは一体。ずいぶん前、町の郊外に隕石のかけらが落ちたんだ。そこでそれを見つけた。じゃあエイリアンは来てるってこと？シンビオートと呼んでいる。それは細胞レベルで宿主と融合するんだよ。つまりハリーが宿主だ。君にあげただと？もらったっていうよりも僕が怪我して。それで君を選んだのか。想像以上に危険だということだな。オズコープに連絡し、今すぐに破壊しなければ。僕たちを壊すよ。僕は選ばれたんだろ、博士。より良いスパイダーマンになれるんだ。獲物の姿を確認、追跡する。MJ、話したかった。元気？うん。また家に箱を持ってきてハリーに連絡したとこ。そっちは調子どう？リザード追跡のニュース見たよ。最高。博士も戻ってスーツも調子がいいしさ。このスーツシンビオートって言うんだ。
しかもさ、実はエイリアンだし、ありえないよね。エイリアン？それなのに不安じゃないの？気にはなるけどさ、おかげで博士を止められたし。ピーター、町半分をめちゃくちゃにしたんだよ。博物館がどうなったのか知ってるでしょ。死人が出なかったのがびっくりなくらい。そうは言うけど、博士を戻すためだろ。じゃあ何、町を破壊する博士をほっとけって？そういうわけじゃ。今夜はここで仕事する。ようやくジョナ向け記事の女神が降りてきたって感じなんだ。もし家に帰ってくるなら記事見せるね。どうしちゃったんだろう、締め切りのストレス。そんなことしてよかった。それじゃあ僕らは人助けでもしに行こっかな。駆け出し写真家から依頼、僕の仲間。フォトプロジェクトに協力してだってさ、スパイダーマンで役に立てるかな。やってみるか。原因はリザード？大ボスが黒幕にいるんじゃないか。止めてやるよスパイダーマン。おしまいだよ。死ぬとこだった。諦めちゃダメだ。人の武器は不釣り合いだね。フォトプロジェクトに協力してだってさ、スパイダーマンで役に立てるかな。やってみるか。MJ の邪魔はしたくないけど、クタクタ。家に帰って休もう。結局何の記事書いたんだろう。シーツ洗うのまた忘れた。まあいい。よりこの町が恐ろしい出来事に襲われて人生を謳歌できなくなったらと不安になるから、まあ理由だな。僕の縄張りで取引だぞ。これでぶっ飛べなかったら。おっと、いいかスパイダー、何かしろ。今すぐにやめろ。ほらここ、動いたよ。伝えろ、ニューヨークは閉店だとな。
ヤング博士の研究を見てみよう。ピーター、機械学習の時は本当に助かったわ。エミリー名財団であなたがしたようにドローンに野生での行動を教えているの。準備ができたら続きを再生するわ。よし、それじゃあ始めよう。試験は2部制よ。まず蜂の個体数を守るために獲物をドローンに教えるの。よし、蜂ドローンの特訓開始。ドローンの充電が切れる前に終わらせてね。バッテリーの寿命は今研究中。それじゃスタート。ビーキラーはお帰りください。ビーハンターハンター。イどうだ。いいね。そのデータは完了。じゃあ次はドローンが最適な巣の場所を特定できるよう訓練して。ハチ不動産開始。旗を探して理想的な移住先の印よ。行くぞ。有能ハチ不動産業者ハチクの勢い。このセットも完了。データはドローンがアップロードするわ。ありがとう。 AI に役立つデータなはず。博士が喜ぶといいな。獲物の情報が分かるはず。スリップストリームで速度をキープしよう。
う前に終わらせよう。もうすぐ終わりそうだ。全データゲット。そんじゃ鳥を倒すか。それでこの怒りっぽい鳩が追ってたのは誰かな。エンジニアなんかどうするつもりだ。これでもうドローンには襲われない。他のも倒しておこう。の情報もらってくよ。アッパーウエストサイドの地図。よく家賃払えるね。ホテルの廃墟に基地。迷惑なルームサービスが来そう。それじゃあホテルに行こう。オンラインで予約するべき？砦の情報によると、ここは武器倉庫らしい。閉鎖して。
りやがったな。使ってるぞ。
仕切ってるのか。また暗号化ファイル。ウラジミール、今度は何だ。俺も行けたのに。その必要はない。アナクから俺は無視かよ。力の差を見せつけられたくないからか。見せつけてほしいくらいだ。無理だろうがな。楽しいか親父。俺の生きる権利を奪って。生きる権利が欲しいならば当然死を覚悟すべきだろう。あんたのせいで毎日ゴミ漁りだ。でも俺たちのものは取り戻す。俺のものとして。すっごくカエルの子はカエルって感じ。遠くにいるといいけど。僕が対処する。とにかく基地を潰すぞ。